皆さんこんにちは。今日はですね、キャンプ用品をまたいくつか購入しましたので、はい、その紹介をしたいと思います、はい、でその中の1点が、念願のですね、タープを購入できました、でこれがですね、約2ヶ月間ぐらいかな、もうめちゃくちゃアマゾンとかで調べて、ピコピコしながら調べてたんですよ、で僕たち のスタイルに合うのがないかなと思ってずっと探してたんですね、まあ、それが実際ギリアを買ってて、ギリアとあとワンティグリス のスーパーシェルターっていう2つのテントを、僕たち持ってるんですね、その2つにも使えて値段も良くて、あと焚き火ができる、焚き火ができる、そっちだね、焚き火ができるタープをずっと探せたんですよ、でそれをやっとですねこの間見つけまして、でお値段も結構いい感じで、発見しましたので、それも含めて紹介したいと思います、はい、じゃあそれではですね、購入したまず1点目紹介しようと思います。それがこちらです。じゃじゃーん。バンドックのチャコール感火消しになります。でこれはですね、ブリキでできている感じで、作りとしては結構しっかり作られています。はい。横方向に取っ手があって、底面はですね熱が下に伝わらないように若干深さがあります。蓋の作りはですねこんな感じで回して開ける作りになってますね。これで、不意に転倒した場合も、中身が飛び出なくて済むという作りになってます。ロックがかかるようになってんだ。そうで、こうほらもう離してん、こうやって持ち上げられるの、ロックしてね。はいはい、いいねこれね。そう、なるほど。こんな感じで簡単に開けることができます。お値段が今の時点でAmazon でですね、1436円、2000円以下のものですので、合わせ買い対象の商品になりますね、中も結構ほら深くて入りますね。はい、で寸法を測ります。はい、185mm で 18.5cm になります。で奥行きが21cm、 結構深いですね。深いね。はい、でこの底面の深さが約 3cm、厳密に言うと、2.9cm ぐらいかな、この空間が設けられてますんで、熱々のものを置いても、熱が、下の方にですね、伝わりにくいんじゃないかなっていう印象です。蓋の方はこのような感じで取っ手が付けられていて、このようにリベットで留めてあります。しっかり固定されているので、安定感は抜群だと思います。カチャッと、しっかり固定されてる、でこの横の方はですねプラスチックで、熱さが伝わらないようにだと思うんですけど、しっかり持つことができます。これで1400円は結構ね、いいんじゃないかなと思うんですけど、型番は BD440、 水を使わずに密閉消火という謳い文句で販売されています。じゃあさ、その火をさ熱い状態で入れても、水をこう最初に流さなくてもいいってこと？そうそうそう、もうそのまま、炭火が、火が起きてる状態で、入れるじゃん、ある程度多分ちっちゃくなってからの方がいいと思うんだけどさ、入れて蓋を閉めたら、中の空気がなくなってきて、どんどん火がちっちゃくなってきて、消火する、で消火したやつはこのまま持って帰るじゃん、でそのまま持っていけばそのまままた使えるの。本当に？本当に。で水を使わずに消火してて、そのまま使えるから、結構ね経済的なんですよ。使うかな。で使うと思う。全然使う。そうなんだ。だから汚れないし、
なんかコスパがいいよね、うん、そうこの入れ物自体も、ね、うん、安いし、うん、そのままあの前回のキャンプの炭とか薪の、うん、そのカスを使い回せるということで、うん、まあね、あの多分湿気にもね、湿気も多分入んないから、うん、だよね、うん、そのまま使えるんじゃないかなと思うんだけどね、ぜひ使ってみましょう。で今までね困ってたの、あの火の処理に。そうそうそう、なんですよ。で僕たちはまあどうしてたかというと、うん、あの燃やし切ってた、うん、そう最後まで、うん、最後まで燃やし切って、もうこんなちっちゃくなるまで燃やし切って、うん、最後は水をかけて、うん、でもあのいっぱい水をかけて、うん、ゴミ袋に入れて持って帰ってたんだけど、うん、やっぱり心配なんですよね。そうそうそう、途中であの火がつかないか、うん、まあ火がつかない程度にはもう思いっきり水かけたからつかないと思うんですけど、うん、やっぱりねこういうものがあるのとないのとでは全然違うと思うんですよ、うんうん、でこれはね、ま、僕たち初心者キャンパーとしては必要なものなんじゃないかなと思います、はい、それでは2点目の購入品はこちらになります。じゃじゃーん、スームルームのタープになります。重いプルプルなってたえ、そんな重た、重たいよ、こんな重いんだね。え、そんな重くないじゃん。重く、多分ね、そのさ、体勢的に悪かったんだって。あ、なるほどね。あ、だけど結構ずっしりしてる。してるでしょ、うん、でこれね、こう持たなかったの、こう持ったからさ何キロだろう、4キロぐらいある、4、5キロぐらいあるかな。うん、あると思う。いや、4キロはあるよ。あるかもね、うん、ああ、 5.41キロ。ほらほらこれで 5.41キロあります。この状態だったらよかったんだけど、手伸ばした状態でさ持っちゃったからさ、プルプルだった、うん、そうそう。でこれね、うん、なんでこんなに重たいのか分かりますか？うん、分かりません。分かりませんよね、はい、これはポリコットンだからです。おー、だからなんだ。そう、今回購入したこのタープはポリコットン製のタープで、あの下で焚き火ができるタープになります、うん、ですのであのね、あの火の粉とかそういうのを気にせずに、うん、まあ、ガシガシ使えるんじゃないかなっていう感じですね、うん、いいね。はい、いいんですよ、すごくいいんですよね、うん。でスームルームね、あの最近ちょっとハマってます、はい、コスパのいい商品が多くて、うん、すごくねおすすめできるものだと思います。で、あの 5.7m のサイズが一番大きくて、うん、あのその下が 4.何m とかもうちょっと小さいサイズもあったので、まあ、お使いのですね、テントとか人数に合わせてそちらの方もね、あの見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で早速ね開けてみようと思います。まず外観なんですけど、こういう感じで、まあ、あのスームルームのロゴが入っていまして、ここにですね、あの持ちやすいように取っ手がついてます。でこれはですね、あ、ここかね、うん、ここの口の紐になってますね。袋もポリコットンでできてるね。おしゃれだよね。うん、おしゃれ。ここは何？あ、ここはポケットがついてる。ポケットがついてるんだ。あ、ここにタープの形書いてあるじゃんほら、タープの形が書いてあります。あ、本当だこんな感じの、形ですね。確かにムササビ、ムササビだよね、うん、で、5.7m がここの先端からこっちのこの先端が 5.7m で、うん、ここの先っぽからここの先っぽが 5m なの。あ、だから実際のサイズよりはちょっとちっちゃくなるかなっていう感じなんですよね、はいはい。でここのパッチンを取ると開けることができます。ほら、もうちょっと広くなる。おそらくね、あの1回、うん、まだ新品で開けてないから、あのちっちゃくコンパクトになってるけど、うん、1回広げたらブワーってなると思う。あ、そうだね、うん、テントも全部だよね。ちょっと取り出してみます。重さがですね、約5キロあるんで、ずっしりですよだいぶずっしり、ずっしりですよ、うん、ずっしりですよ、ずっしりですよだいぶずっしり、ずっしりですよ、うん、ずっしりですよ、ずっしりですよだいぶずっしり、ずっしりですよ、うん、ずっしりですよ、ほんとずっしり。まあ実際ですね、あのこの広げるのは今度試し張りに行こうと思うんで、うん、あのその時にですね、ちゃんと広げたいと思います。あは、出てきよったぜ出てきよったぜ。中にね、別の袋が入ってます。これはありがたいな。で開けると付属品が、はい、じゃあ取ってください。はい、こちらね、はい、お、いいやつじゃん。ロープ、ちょっといいやつだね、うん、
あ、反射材入り、うん、反射材入りの、あ、白いのじゃないな、あ、これね、ロープね、予告なしに変わる場合がありますって。あ、そうなんだ、うん、うちのこれ当たりじゃない？うん、いいよ。もしかしたら今買った人はみんなこれかもしれないね。これはいいかも。太さが、あ、4ミリ、太さが4ミリで反射材入りの、あのロープになります。へえ。わー、ラッキーだ。かっこいいしね。え、それだったの？注文した時は分かんないの？なんかね、白っぽい絵が描いてあった。あ、そうなんだ、うん、え、じゃあ何？よかったのかもしれない、ね、よかったのかもしれない。まあ、これはまあ運試しになるね、うん、あー、すごいすごい、ここもほらスームルームのこれ1本、ほら刻印が書いてありますね。これは1本だ。1本なのかな、なんか長すごいね、すごいボリュームだぞ。どういうことになってんだろう。そしてペグが、あー、いいね、このペグ。こちらのシルバーのスチール製のペグになるんですけど、太さがですね、太さ結構あるな。太さが7ミリで、長さが約25センチですね。あ、長さもいいかもな、うん、25センチぐらいで。前回ですね、ペグ購入したんですけど、うん、長さが20センチのものを買ったんですね、うん、で、あの地面が柔らかいところだとちょっと刺さりが甘かったかな、うん、そうだね、うん、で、やっぱりね、短いのと長いのと準備した方がいいかなっていう印象ですね、うん、はい、それではですね、あの付属品のこのしっかりしたペグとこのね、あのロープはまあ白っぽい絵が描いてあったんですけど、まあ、先ほども言ったように、うん、あの変わる可能性があるということで、うん、まあ、これはね、買ってからのお楽しみですね、うん、で、今回うちが購入したタープにはこのようにベージュのもので反射材が入ったものになりますね。これはね、ギリアと色が合ってるからね、ちょっと嬉しいかなっていう感じですね、うんうん、はい、今気づいたんですけど、こちらのですね、タープの袋の内側にあの取説があります。こういう風に丁寧に書かれています。いや、これはありがたいですね、うん、すごいな。本当だね、うん、お次に紹介するのはポールになるんですけど、うん、そのポールがタープ用 の、 あのめちゃくちゃ長いやつを買いました、うん、まあ、そしてあのそれをね、あの調べていく中で、うん、そのタープ用のポールをちょっと、まあ、うん、あの言い方悪いんですけど、ケチって、うん、径の細いものにしちゃうと、うん、あの風で煽られた時とかに折れる可能性があるらしいんですよ、うんうんうん、まあ、だから、まあ、ちょっといいやつを購入しました、うん、はい、それがこちらになります。バストランドの 33mm、 径がですね 33mm で、うん、長さが2800まで伸びる、だから結構でかいんですよ、うん、でかいね、でかいっていうか長いんですよね、うんうんうん、33mm あるので、うん、まあ、安定するんじゃないかなということで、まあ、こちらを選んでみました、はい、Amazon で5980円、まあ、ちょっと高いんですよ、うん、高いね、まあ、ちょっと高いけど、まあ、長く使うものだし、うん、まあ、いいかなということで、うん、まあ、安心感もあるしね、うん、まあ、そこら辺も含めてこいつにしてみました。で、ちょっと初めて開けるんですけど、わあ、わ、でかい、でかいな、すごいね、めちゃくちゃでかいね、これは安心だわ。でもなんかね、でかっ。ちょっとじゃあ一番上のやつを開けてみようかな。すごい、わお、ほら一番上のは見えるかな、ほらリコーダーみたいに穴が開いてて、一番上のポールは調整できるようになってます。8段階調整できるポールになってます。まあ一番上ですね、うん、こんな感じでローレット加工はされていて、あのロープがですね、滑らないようになってます。取り外せる作りになっています。ほら、で収納するときはこれを外すことで、まあ、あの安全かな、うん、安全に直すことができます。へえ、すごい。作りとしてもお値段的にやっぱりね、あの精巧に作られてるね、うんうん、ほら、この調整のこのチョボですね、こいつも結構柔らかくて簡単に押すことができます。簡単に調整することができます。あ、横方向は回るのか、うんうん、そういうことね。で、ほら長くなった、めちゃくちゃ長くなったね。この一番短い状態からですね、
最長伸ばすとどのぐらいまで伸びるのか。このポール自体が610ですね。610、うん、あります。でそれでこいつをカチャッとやってスル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 って伸ばしていくと、1メーター1センチだから40センチ伸びますね。だいぶ伸びるね、40センチ全然違うね。こちらがですね、あの逆にこの一番下なんですけど、ほらしっかりしたゴムの足がついています。このようにバストランドのかっこいい刻印がメーカー名が書いてあります。はい、でこちらのですねポール径が33mm、まあ、33mm って書いてあるんですけど、厳密に言うとですね 32.8mm 32.8mm ですね。そしてここのジョイントのとこの肉厚がですね約 1.35mm、まあ、結構細かいとこまで見てますけど、作りとしてはかなりしっかりした作りとなっています、うん、で上の方を重ねると、あ、すごい、なんだろう、あのガタつきが全然全然っていうほどではないけど、うん、だいぶしっかりしている、うん、でこの中に何本入ってあるの、ジョイントできる部分が4本4本ワンセット。あ、そうなんだ。そう、僕たちが購入したのは2本セットの、あのページのもの、うんうんうん、おそらくですね、ワンセットのもあったと思うんですよ、うん、で、コメントの中に、うん、あの昔のコメントだったかちょっと忘れたんですけど、1本単位のなんか価格で書いてあって、うん、あ、2本でその価格は安いなと思って買ったら1本セットしか来なかったっていう方がいらっしゃって、うん、まあそこら辺はね、ちょっと確認して購入しました、うん、2本セットのものを購入して、あのカラーはブラックですね、うん、うちのこれはブラックで、その他にですね、あのゴールドとレッドっていうカラー展開があります、うん、で価格はいずれも5980円ですね、うん、まあこんだけしっかりしているとね、その値段もまあ納得かなという感じですね、うん、はい、お次に紹介するのはこちらになります。じゃじゃーん、とリボルさんから発売されてます小川張り用の調整ベルトですね、うん、あ、ほらここになんかトリセツがほらあるよ。取扱説明書が入っていて、こちらがですね、注意事項ですね。そしてこちらがあの小川張り用の、まあ、詳細というか説明書ですね。こんな形で貼りたいわけなんですよ。でそれを可能にするのが今回購入したこのベルトですね、うん、まあ、Amazon の、あのレビューがすごく多くて、うん、だいぶ信用できるあのロープじゃないかなと思います、うん、このような形のですね、あのしっかりした作りのステンレスだったと思うんですけど、カラビナがついています。ここはネジ式ですね。こういう風にネジ式になってまして、こうか、こうやって開けることができます。でこちらをあのタープに引っ掛けるわけなんですよ。タープの穴に、どこの部分？タープの穴に、あー、はいはいはい、タープの、あのさっきのこれタープね、うん、タープなんですけど、ここのこのてっぺんにこのフックを引っ掛けるわけなんですよね、はいはいはい、でそれでビヨーンって引っ張るんですよ。そうそうそう、さっきのこれを、そうそう、ポールを立てて、うん、そこに引っ張ると、はい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 、ここはポールなしでいけるっていう感じですね。あ、そういうことね、はい、出してみますね。これもシートベルトみたいな感じかな。シートベルトはまあちょっと違うけど、うん、でもなんか似てるね。すごく似てるね、うん、シートベルトと、うん、全然あのちぎれるような様子はない。ないね。この調整用の金具がこういう形状になっていまして、こっちは固定ですね。こっちは固定になっていて、ここは編み込まれています。でここがあのポールに引っ掛ける方の穴になります。それで
こちらが、まあ、あのタブに行ってるとして、ここをですね押しながら引っ張ると簡単にこういう風に貼ることができて、ここを離すとこうピーンというほらね、うん、わかる、うん、止まるんだ。そうそうそう、だから好きなところで止めれる、うんうん、だからすごくねあの楽だと思います。これはねあの売れるのは納得だね、わかる気がする。あ、こっちか、簡単にできるからいいかもね、うん、そう、こういう風に伸ばして、うん、で、余ったのはあのここでこういう風に、まあ、こうやってぐるぐる束ねるじゃん、うん、まあちょっとすごい雑だけど、うん、まあ仮にこういう風に束ねたとして、うん、たださっきのさほら先ほどのこのゴムをここに通して置いておくと、これをねこういう風に止めることができるんですよ。こういう風に無駄なロープを束ねることができる、まあ、ロープも最初からついているっていう感じですね。まあ、ちょっと今あの簡単に縛ったんでちょっと汚いですけど、もうちょっと実際は綺麗にできると思います。ね、いいよね。うん、でこれもですね、あの実際にキャンプ場で、うん、あの使ってレビューをねもうちょっとしっかりしてみようと思います。はい、はい、それではですね、今回購入した、はい、あのキャンプ用品紹介したんですけど、どうだったでしょうか、うん、どうだったですか。うん、とにかくまあ一回使ってみないと何とも言えないけど、うん、そうですね、うん、まあ、あのね、あの火消し用の缶はずっと欲しくて、そうそう、まあ、初心者の方はね、うん、あのやっぱり車の中での火事も含めて、うん、やっぱりね、あの持ってた方がいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、1400円台なんで、まあ、ぜひともね、購入してみてください。はい、まあ、タープの方は次回の動画ですね、うん、この試し張りをちょっとしようと思いますので、はい、まあ、今回紹介しきれなかったところとか、うん、あのまだ広げてないので、うん、まあ、そこら辺のね、紹介とか、あと広げた時のその感じっていうか、うん、そこら辺の、説明も含めてその時にねしっかりしようと思いますので、はい、また次の動画をね見ていただければよろしいかと思います、はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。